部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。兵器の足元は危ないですね。どこか別のルートを探した方がいい気がします。先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。
線が集中しているハブの情報を表示します。場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行で接近してください。了解。適応型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。まさか数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。
司令部より全ヨルハ部隊へ、数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測、マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ多分。 2B って大雑把なところがあるんですね。
下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。なんだ、あの変な敵は。地形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。
ここの通路は昔からあるみたいですけど。生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所は？データベースに該当する情報はありませんね。これは死体？トゥビー。あれ破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちはトゥビ気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアン、もういない。何百年も前にこいつら私たち機械生命体が絶滅させ絶滅させた。今度絶滅する。君たちアンドロイド、機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造者はそれを凌駕する。大して自分は必要としない。自分たちの創造者を倒すなんていいんだよ。こんなやつ、植物のように単純でくだらない構造の生き物だ。価値は私たちが今日の月にいる人類。人類？そう、人間は魅力的、理解不能で、記録によると同じ種族で大量に殺し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその進化に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思う。手伝う？そう、月にいる人類を引きずり下ろして、生きたまま分解して、分析して、その秘密の全てを暴くのは、こんな素敵な僕に。そんなことやらせるわけないだろ、トゥービー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけだ。滅ぼすしかない。君、ここにいる怪物、宇宙人。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。
またこの道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わない。ない。トゥビーさん、こちらオペレーターのシックスオーです。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ。地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。やあ、元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたんで、新しくアクセスポイントを作っておいたよ。転送装置も動かせるようにしておいたから。あ、ありがとうございます。司令官は昔馴染みなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置？でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。Thank you.